はい、こんにちは。今日は6月15日です。まあ、YouTube もね、あんまりなんかもうつまんないのが多いから、あんたのが一番つまんねえですとか言われそうだけど、今日は RV とレインボー通貨のお話です。レインボー通貨って多分ね、世界統一通貨みたいなんですよね。ネットで調べてもあんまり出てこないんですけど、まあそれが一番いいですよね。それからデジタル通貨になっていってね。で、そのイラクディナール、ベトナムドン、インドネシアルピア、それからジンバブエね。やっぱこういう国ってね、その金融マフィアから見れば、まあ、ロスチャールズとかね、あの辺から見れば、憎むべきところなんですよね。イラクは、フセインの時にアメリカとね、すごく敵対してたでしょ。ってことはロックフェラーとかあっちの方ですよね。んで、ベトナム戦争でアメリカ負けたでしょ。だから憎むべき国ですよね。インドネシアはちょっとよくわからないですけど、まあ、スカルノ時代になあったんでしょうね。ジンバブエは黒人大統領が当選した後、ドイツ系農民がね、全部国外追放されたんですよ。で、それまではドイツ系農民が頑張ってて穀物の輸出国だったんだけど、追放されてからはその黒人たちがトラクターのメンテなんかもできないじゃないですか。だからもう1、2年でもう農業はね、壊滅。彼らの、ドイツ人の農園はもうダメになってしまったんですよ。メンテナンスできないしね、ノウハウ知らないじゃないですか。でもバカな話でね、結局また貧乏な国に戻ってしまったんですよ。だからそういう国は大体1対1000とかの感じでね、ドルに対してめちゃくちゃ安くさ、国力を下げられたわけですよ。それで今度次のレベルというと、日本みたいに1ドル150円とかね、まあその1000円、1対1000じゃなくて1対100レベルの国っていうのは、結局はその友好国ではない国ですよね。そういう国はそういうレベルの通貨に下げられてるわけですよ。んで、多少友好国とかいうのが、まあ、中国とかもそうですね、常任理事国というか仲間入りしてるじゃないですか。だから1対10レベルなんですね。1対10とか20とかね。そういう国。で、1対1とか1対2とかね、そのレベルの国っていうのは、イギリス、ユーロ、それからポンド、ドル。そのあれですよね、金融マフィアの仲間たち、悪党どもがその通貨のレベルなんですよね。だから通貨単位見れば、その国が金融マフィアにとってどのランクにあるかっていうのが分かるわけですよね。で、そこでレインボー通貨に行くには、全ての国が本来は1対1で平等じゃなきゃいけないんだろうと。そのためにはまずはその1対1000レベルとかね、1対2000、3000とか、そういう国は是正していかなきゃいけないと。その次のレベルでは、日本のような国が1対150じゃなくて1対1にね、していかなきゃいけないと。そして最終的にはレインボー通貨に導入。ということで、まだもうちょっとね、道のりは長いんじゃないかと。ほんで、イランはリアル。これがまたひどいですね。1ドルがね、4万リアルなんですよね。だからね、ここもだから1対1に、ね、なっていくはずですよね。話は変わりますけど、小池とか蓮舫とかね、全部さ、ゴムニザでしょ？だから、全部劇なんですよね、紙芝居。
だからゼレンスキーとかウクライナ戦争も、あれ、イスラエルのね、なんとか首相って言ったじゃないですか。あれもゴムだしさ、全部ゴムなんだから全部劇場なんですよね。だからもう、全部そうなんですよ。岸田もそうだ、麻生もそうだし、なんだっけ、G7 が集まってるね、あれも、並んでさ、写真撮ってるけど、全部合成だからさ。ほんで、エリザベスも、結局、トランプさんが前を歩いてましたよね。ってことは、エリザベスの前を歩ける人間なんかいないんですよ。だから、それを平気でやってるってことは、エリザベスは、ハイノリ、ついに、本物じゃなくて、乗っ取った、偽物がずっとやってたってことですね。日本と同じで。ハイノリなんですよ。だから別に尊敬する必要はないってわけですよね。でもとっくにみんないないわけじゃないですか。日本でもそうですし、イギリスの皇室でもそう。みんないないんです。それをさ、なんかさ、バイデンだっていないしさ、それをね、なんか一生懸命な、YouTube で解説してる人たちがいるじゃないですか、1時間もかけて。何なんだと思うんですけどね。最初ね、ガザのね、空爆の話があった時にね、イスラエルが反撃してガザ空爆するしてるとか言ってね、そしたらさ、なんか地元に詳しい人がさ、空爆はしてるみたいですけど、ガザの空港は平常通りね、民間航空機が運航してます。そんなはずはないですよね。空爆めちゃくちゃ映像が出ているのに、空港が閉鎖しないとさ、安全を保てないじゃないですか。でも普通通り運航してるっていうわけですよね。ウクライナでもね、民間機は普通通りに飛んでるわけですよ。それはおかしいじゃないですかね。それは藤原内閣さんが言ってましたけどね。だから嘘なんですよ。そんなことさ、理屈から合わないじゃないですか。終わります。ありがとうございました。